元気が出るテレビがお送りするドッキリ企画。今回は道路上にベニヤ板を設置、その上に強力粘着テープを貼る。何も知らない通行人は工事現場と思ってやってきてくっついてしまう。その名も人間ゴキブリゾロゾロ。すごいなこのセット。これをこう知ってる、知ってる、すっごい見てください。私はこんなに変わるぐらいになかなか外れ、痩せたいい男じゃねえか。すごいですね。この上を歩いていくんです。一体どうなるんでしょう。これは楽しみですね。と女子中学生でしょうか。二人連れです。なんか恋の相談でもしてるんでしょうか。さあテープのところに差し掛かった。テープ差し掛かった。粘着テープのところに来た。おっとおっと、切れてしまった。大事な買い物かごを落としてしまった。あら大根、大根が見えます。大根がペットに顔が出てくる。大根はどうなるんでしょうか。大根が今夜のおかずが取れない。申し訳ございません。感じちゃうす。おっとどうなるんでしょうか。今夜はどうなるんでしょうか。おっと後ろから、後ろから少年が押してるわ。どうかな。立ち往生。何これ。おっとおっと、これ降りた。おっと降りたら今度は足がまた引っついちゃった。後ろ引っ張ろうとしてるわ。三輪車ごとこけてしまいました。颯爽としていながら、颯爽としていながら、あ、そういえば少年が倒れてしまいました。このお姉ちゃんが倒れているので足の方なんか気まずい雰囲気が流れております。さらに今が全然動きません。顔を見せようともしません。あんなにも知らずに歩いてきたぞ。さあ粘着テープの行き方。見ての通りですね、夜もすっかりですね吹けてしまいました。夜はですね、パターンを変えてですねちょっとやってみたいと思います。うわー